ホイトビーアイランド級ドック型揚陸艦は、アメリカ海軍のドック型揚陸艦の艦級。同型艦は12隻だが、後期型4隻は、集停運用能力を削る代わりに、貨物積載能力を増強したサブクラスであり、ハーパーズフェリー級として区別されることもある。本校では、この区分に従い、前期型8隻について記述する。本級は、 先行するアンカレッジ級をもとに、主機関をディーゼルエンジンにするとともに、クックマイナス1級アクシション型用陸艇の運用に最適化して改め設計したものとなっている。線形は選手論型で、これと一体化した上部構造物は5相当大型の箱型のものとなっている。主機関は、 V 型16気筒のコルトピルスティック 16PC、2から 5V400 ディーゼルエンジン4機で二軸の可変ピッチプロペラを駆動するコダド方式である。ベルドックは、長さ134.0メートル15.24メートル、間の全長の72%を占めており、下記のような各種集定、車両を搭載できる。また両面には、バターボードなど、 クック -19 の運用を前提にした偽装が施されているほか、クック -19 のガスタービンエンジンの排気換気と各種船舶の入り出去を考慮して、ヘリコプター乾板の装備位置は高くされている。超排水のためのバラスト水は12,860トンを搭載して、超水は15分、排水は30分で行えるとされており、超水時の推進は、 前方では1.8メートル、後方では3.0メートルとなる。ウェルドック状に化する形でヘリコプター甲板が設けられている。長さ64.6メートル幅25.3メートルを確保して発着スポット2個が設定されており、CH-53E の運用にも対応できる。ハンガーは備えていないが、JP-5 ジェット燃料90トンを搭載している。なお 必要であれば、ここにも上陸用集艇の搭載が可能であり、15.24メートル型産業艇1隻、LCPL マーク、11人員用陸艇2隻、LCVP 小型用陸艇1隻を搭載して、上部構造物直後両限のクレーンによって機用集することができる。ドック前方には1214平方メートルの車両搭載スペースが確保されているほか、 パレット化された貨物149立方メートルも搭載できる。揚陸部隊としては、クック上院を含めて、将校27名及び、貸し官兵375名が乗官できるほか、必要であれば、さらに将校7名及び、貸し官兵95名を追加できる。なお、上陸戦時の負傷兵に対応するため、手術室一室と病床発症が設けられている。 対空創作レーダーとしては、当初立造艦は、アン、SPS-491 を搭載していたが、5番艦以降は5に更新し、アン、SPS-491 を搭載している艦についてもアン、SPS-49A1 にアップグレードされた。新臓時の武装は、環境構造物上部前後に装備された、ファランクス CIWS のみであったが、その後、 ラムキン接防空ミサイルの21連装発射機が追加装備された。また近距離で水上目標に対して使用するマーク 3825mm 単装機銃は当初は砲側照準式のモッド例ないしモッド1であったが順次に遠隔操作式のモッド2に換装されている。なお2004年までに全艦が SSDS マーク1を装備したほか マーク2にアップグレードして共同構成能力やリンク16に対応する計画もある。ありがとうございます。